今回はリクエストのあった冷やし中華の作り方を紹介いたします。暑くなってきたので冷やし中華はいかがですか？夏バテ防止や熱中症予防には最適なメニューで、たくさんの具材を乗せて一皿で食べることができるので、手軽に栄養がとれ、体を冷やしてくれるので暑い日には最適ですよ。そんな冷やし中華を気温のスタイルで美味しくなる作り方を説明いたします。それでは作っていきましょう。まずは前日に昆布水を用意し、干し椎茸を水につけ、レモンをそのまま冷凍します。昆布水はカットした昆布を水につけるだけです。水1リットルに昆布 10g です。次の日になったらタレを作ります。昆布水がなければ水で大丈夫です。酢を 60cc 入れてから、砂糖を 50g 入れ、よく混ぜます。昆布水または水を 130cc 入れ、醤油 100cc に、あればレモン汁小さじ1を入れてください。分量を入れたらしっかりと混ぜてから冷蔵庫で冷やしておきます。椎茸の含め煮を作ります。青ネギ2切れと生姜の皮2切れ、あれば山椒3粒を用意します。鍋に少量の油と材料を全部入れ炒めます。紹興酒または酒を小さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ1も鍋肌から回し入れます。椎茸の戻し汁 50cc を入れます。砂糖を小さじ1入れます。あとは弱火にして1分ぐらい煮て味を染み込ませます。汁がなくなってきたら、仕上げにごま油を少量入れます。そのまま常温で冷ましておきます。卵に塩と水溶き片栗粉を少量入れ、よく混ぜます。しっかりと混ぜないと焼けた時に白い部分が残ってしまいます。その間にフライパンを温めておきます。フライパンに少量の油を入れます。卵を薄く広げるようにして焼いていきます。表面から気泡が出てきて、外側から剥がれてきたのを確認します。そのまま剥がれてきたところを持ち、裏返します。
裏面も軽く焼きます。このまま冷ましておきます。もやしは水にさらしておき、ひげを取ります。沸騰したお湯に塩を入れ、もやしを入れます。だいたい30秒を目安に茹でます。茹だったら氷水で冷やします。そのまま火を止めたお湯でエビを余熱で茹でます。1分を目安に火を通します。茹だったエビも氷水で冷やします。きゅうりを細切りにします。ヘタを取り、斜めに薄くスライスしてから並べます。そのまま細切りにしていきます。錦糸卵を切ります。真ん中から半分にカットし、重ねて細切りにします。トマトは半分にカットしてからそのままスライスします。チャーシューも薄切りにして並べてから細切りにします。他にハムや蒸し鶏でもいいでしょう。椎茸はそぎ切りしてから細切りにします。これで具材が用意できました。鍋にお湯を沸かし、麺を茹でます。麺は表示時間よりも30秒長めに茹でます。氷で冷やした時に麺が戻るので、ラーメンよりも長めに茹でます。麺が茹だったらザルに取ります。流水で流しながらよく洗い、麺のぬめりを取ります。しっかりと洗えたら氷水で冷やします。最低でも1分は冷やしておきます。麺の水をしっかりと切り、皿に盛ります。
ごま油を少量入れ、和えておきます。冷やしていたタレを入れます。あとは具材をバランスよく盛り付けるだけです。冷やし中華は中華とつきますが、日本発祥の料理で、麺をこんもりと盛り、放射状に具材を乗せる盛り付けは富士山をイメージしているそうです。具材は彩りを考えてバランスよく飾り付けると綺麗に見えます。麺の炭水化物にチャーシューと卵のタンパク質に野菜のビタミン、ミネラルが一皿で一度に摂れるので栄養もバッチリですね。最後に真ん中にエビを盛り付ければ出来上がりです。ここで冷凍しておいたレモンをすりおろします。冷凍してあるので簡単に細かくすりおろせます。他にも揚げ物にかけたりサラダにかけたりすると香りが爽やかで美味しくなります。今回は冷やし中華の作り方を紹介しました。詳しいレシピはブログに書いてありますので、そちらを見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。